はい、どうも、中プロです。プロレス界の重箱の隅を作らないよう、毎週お一人語りでお送りしています、こちらのチャンネル。今日の話題はですね、募集シリーズいきます。一番好きなテーマ曲はということでね、プロレスのテーマ曲、皆さん、いろんなものがあると思います。中プロもですね、プロレス DJ とかもやったりとかしてるもんですから、テーマ曲には非常にこだわりを持ってたくさん集めております。で、正直一番好きなって言われてしまうと、もう本当に、悩んでしまうんですよね。一番好きなレスラーは今でもなく、ジェイク・ザ・スネーク・ロバーツなんですけども、で、ジェイクの、テーマ曲、スネーク・ピットもですね、むちゃくちゃ好きなんですけども、やっぱりやっぱ曲にいろいろ思い入れがあったりとかするので、まぁ、ちょっと一番っていうところは難しいですが、本当に好きな曲についての思い入れの部分とかですね、ちょっとコメントに、入れていただきつつ、皆さんのちょっとコメント教えていただければ嬉しいなというふうに思っております。中プロのですね、ちょっとこだわりの、プロレス曲、鳥肌が立った曲とかで、そういったものも含めて、ちょっといろいろと、またちょっと語りたいというふうに思っておりますので、またこれですね、2週間ほどちょっと期間を、設けたいと思います。で、1人何曲書いていただいても結構ですし、コメントにいろいろ書いてもらっても全然いいと思います。むしろたくさん書いてもらった方が、いろいろとね、それを取り上げて話題にしたいと思いますので、ぜひ、ね、皆さんちょっと好きなテーマ曲ですね、プロレスのテーマ曲、プロレスラーのテーマ曲でもいいですし、例えば団体のテーマ曲とかね、そういったものでもいいと思いますので、いろんな思い入れの曲をですね、教えていただければ嬉しいというふうに思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日はね、この告知だけで終了とさせていただきますので、よろしくお願いします。中プロでした。